やばいやばいやつばっか来る。始まりました。月曜金曜10時勝子の部屋でございます。このコーナーは奈良にまつわるニュースをここで調査員が紹介して少しでも奈良に興味を持ってもらおうというのになっております。今回のニュースは、うわこれめっちゃ久しぶりやわ。今日は何の日ですね。いやもうゴールデンウィーク終わりましたよ。いや飛び石連休終わりましたよあんまそんな言いがしないけどね今。ああ知らないんだ。いや今日は何の日、まあ、これなぜ現れたか、はいはいはい、このゴールデンウィークっていうのは造語ですいや怒ってますね。怒ってます。実は映画の宣伝の言葉なんですよ。あそうなんだ。から今でもテレビとかのいい時間帯のことをゴールデンタイムって言うでしょ。あはいはいはい。あの感覚で映画を見ようっていうゴールデンウィークやったんです。それまで映画推奨みたいな。そういうことです。あそっか、わかった。あれだ。日本映画協会みたいなのが。はい、そうです。ね。はい、あ、私、ゴールデンウィークをやっぱり意識しすぎて、マスクつけてました。ほんまに。ほんまに。気づかないじゃん。いや、不思議やもんね。それぐらい。フォルムズが多いと丸いから、あんまり気づかないですね。いや、でもほんま、そうなんです。それまでは飛び石連休って言ったんですよ。あ、そんな言い方ないよ。はい。NHK では、あの国営放送、はい、NHK では、うん、ゴールデンウィークという単語使いません。あ、そうなん。はい。なぜなら、そうやって、その、うん、宣伝になる。いやでも今更じゃないですか。なるでしょ。でも、あの他の事例もあるんやね。あの、文句出て、ゴールデンウィーク全員が休みやと思うなよとかいう文句出たりとかするらしいけど。せちがらいな。俺はまだ働いてんなとかいうのも来るらしいから。基本的にはゴールデンウィークとは使えないみたいな。まあね。そうそう。ね、そのゴールデンウィークの祝日って大体覚えてます？4月の始まりからあるじゃないですか、うんうんうん、4月29日昭和天皇の誕生日の日でしたと。あ、はい、ただ、はいはい、やっぱ平成になって、うん、昭和天皇が変わった世代変わると誕生日をお祝いするわけにはいかないんで、うんうん、その昭和天皇が愛した緑を名前につけて、緑の日ってなった。はいはいはい、はい、今なんて言われてるか知ってるか知ってか緑の日から、緑の日で止まったやろ、お前みたいなもん。いや、緑の日さえ、俺にはほとんど残ってない。残ってない。ごめんなさい。あの、今、昭和の日って言われてます。あ、そうですね。そういう名前になってます。で、5月3日は建国記念日。建国じゃないんですよ。憲法記念日。憲法改正されていた。その、1947年なんで。はいはいはい。で、5月4日はまた、うん、4月29日が緑の日やったんですが、うん、ややこしいんですよ。昭和の日になったでしょ、さっき。はいはいはい、はい。言いましたよね。そうね。5月4日が緑の日になりました。もうそれは言わんといて。みんなのためやから。ややこしいやんか、そんな。じゃ、国民のためやから、その緑がやっぱり、こうやったらしい。なくさんといて、昭和って行くだけしたかんつって。そうあんねや。そうあんねん、あんねん。緑って曲のタイトルしたら、結局何でも売れてますからね。チコンさんでもそうやから。愛した相手の名前は緑、みたいなね。ありました。あったでしょ。そうですね。で、今、奈良で一番緑が多いとこどこですか？奈良で一番緑が多い。はい。吉野？違います。奈良公園です。絶対吉野公園。主観です。主観です。山だらけだよ。何がです？主観です、これは。主観なんかまだはずな。いや、まずまず。すみません。まあまあ、そんな日なんですけど、僕が一番フィーチャーしたいのは実は5月5日なんです。子供の日。あ、これおたくさん子供の日やと思ってた。ちゃうの。あー、そうか。あの、子供の日じゃないです、僕らは。ちゃうの。はい。薬の日です。え？ほんまに言ってる。そうです。はい。いや、知らん。薬の日。古い、もう、奈良まで戻ります。奈良時代というのは、飛鳥時代です。ああ、そうな。はい、飛鳥時代。昔の話か。昔の話昔の話今も息づくこの、すごい脈々のこの歴史を、お前、昔の話今でもニュースでやっとんねん。薬の日言うて。そうや。薬剤師さんは、その時めちゃくちゃ飲んでるらしいよ。シャンパンめちゃくちゃ開けるらしいからな。舐めんなよ、薬の日を。薬剤師が。いや、そうや。シャンパンあげてる。シャンパンあげてるよ、そら。映画おもろいっすね。薬剤師さん。できれば、ハラクスルイーズで。白衣で、ね。来たままやってほしい。ね。まあ、実は、はい、日本書紀、611年、5月5日、推古天皇が、みんなの軍を率いて、大和の今でいう、うねびの方に行きました。ほうほうほう。そこで、薬になる草や木を、採取する、薬狩りという言葉が始まりました。で、よもぎって
ご存知か。ああ知ってた、あんたでも。あの、ヨモギのこの草っていうのが、その時に体にいいっていうのを見つけたのが、この水戸天皇ですから。ああ、なるほどね。水戸天皇って？いや、あの、聖武天皇のお母さん。全然ちゃうよな。店長もう、どうなってんの教育しといて。誰かのお母さん。ちゃうちゃう。聖徳太子さんを見つけた人や。あ、見つけた人？まあまあ、言うたら、聖徳太子さんを抜擢した人やね。おばさんっすね、聖徳太子。そう。女帝です。もう確かに。そして、うん、ここでくじ出します最後ね。もういい。水戸天皇が女性にはその草や木を採取するようにしました、うん、では男性には何を枯らしてたでしょうか。奈良といえば、奈良といえば、うん、これが一番使われてる漢方に。漢方に使われてる動物の、うん、うん、土壌。鹿の角。クイズやから、クイズですじゃないですから、まあいいですよ、罰ゲーム受けなくて。鹿の角をこれもう、この時から薬に使ってたんですよ。あ、そうなんや、はい。今でもその薬の神様いてますからね。あ、そうなんや。はい、そうです。あの、神社もあるんで、よかったら観光に行ってみてください。ということで、なるほど、うん、もう、さ、立ち去りますわ、はい。はい、ありがとうございました。ね、飛び石連休ね。これからは。ゴールデンウィーク高いよ。いや、観光ってない、別に。ということで、今日は何の日、5月5日、実は、薬の日だったという、お話がありました。またちょっとね、昔の、ちょっとそういう話に、思いを馳せてもいいんじゃないでしょうか。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。